はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、サントリーの、第3のビール、口どけの冬小麦というのが新しくね、限定醸造って書いてありますね。また限定醸造かと。小麦バッグが一部使用。と書いてあります。原材料となる発泡酒において小麦麦芽を使用し限定醸造していますと書いてありますね。天然水100%仕込み。アルコール度数5%。で、これなぜか500ml しかね、俺の行ったスーパーだと売ってなかったんですけど、普通に別のとこでは350のやつが売ってますんでね。はい。それでは、いただきたいと思います。いや、今日も暑い。なんか明日も暑いとかって聞いたな。明日も30度ぐらいになるとか言って。どうなっているの？10月、もう9日ですよ。まあ、あれか、台風の影響か。多分ね。じゃあ、乾杯。薄い。薄い。コクがない。コクがないんだけど、割と口に広がる、小麦フレーバーというか、小麦の香りは結構しますね。案外、香りはいいわ。香りは。口どけの冬小麦。で、ググりましょう。中身の特徴、雪のように白い泡。柔らかい口当たりを実現。まあ、確かに、口当たりは柔らかいような気がするけど。微妙ですね。正直微妙ですね。なんか色もなんか薄い気がする。割とさっぱりとしたやつなんで、まあ、冬はちょっと、これ夏向けだと思うけどな。普通に色薄いな、これな。なんか薄っぽい気がする。まあ、サントリーの中だと、やっぱり、第3のビールで安定なのは、
今のところは、金麦。でね、このグランドライ。グランドラインじゃないですよ。グランドライっていうやつ。これがね、未だにね、全然売ってるんですよ。まあ、未だにっていうのもおかしいんですけど。普通に売ってるんですよね。あれ、こんなんそういえばあったなっていう。ね。これどんな味だったかな、グランドライ。忘れたね。金の贅沢が製造終了しちゃったんで、第3のビールだと、ジョッキ生と金麦と、金麦のオフバージョンと、グランドライ。と、多分今売ってるかわかんないですけど、アキラクってやつと、この冬小麦。まあ、ジョッキ生はないね。一番まずいと思う、これは。ガチで。多分まずいと思うな。てか、まずかったな、これな。サントリー微妙です。うん。正直言うと。うん。サントリーだってウイスキーにしても微妙だもんな。角瓶でしょ？もうこの角瓶がある時点でもだいぶ、そうですね。で、サントリーレッドでしょ？これまずいの。これもまずいんだ。まあ、響きとかあるけど、これ飲んだことないからね、高いし。まあ、ザキヤマも飲んだことないし。もうまずいです。基本的にまずい、サントリーは。まあ、唯一、誇れるものとしては、やはりプレミアムモルツ。でしょうか。まあでもプレミアムモルツよか俺エビスの方が好きだからな、正直。まあサントリーはあれか。あ、でもビーフィータージンがあるね。ビーフィータージンがあり、ズブロッカもあり、あとは、あ、ルジェ加湿とかあるね。ルジェシリーズとマリブ。スピリッツ系に関しては結構揃ってますね。うん。うん、どこですかね、サントリーはね。うん。うん。そんなとこでしょう。まあ、ビーフィータージンは、うまい。っていうのを分かる。ね。ビーフィータージンはうまい。ただし、何度も言うけど、蓋がクソ。蓋というか、キャップがクソ。なんでわざわざあんなわけわからんキャップにしたのか、未だにわからないね。このサントリー頭おかしいんじゃないのね。ビーフィータージンのビーフィータージンでキャップでググります。
てググると、あ、ブログであります。ビーフィータージンのボトルのラベルやキャップが変更されていました。ボトルに描かれているおじさんが血色良くなりましたし、キャップ内側のスクリューがプラスチックになっていて、回して閉める時の感触がソフトになっています。回転数も少なく、というかちょっとひねる程度になっていて、バーテンダーさんには楽になったのではないでしょうか。楽ってそんなひねるところの楽もクソもないでしょ。1秒ぐらいのね、1秒2秒でしょ第一。あれ案外そんなキャップがなんかどうたらこうたら言ってるの俺だけ、もしかして。キャップどうたらこうたら言って文句言ってるの俺だけかよ。案外。むしろ高評価なのこれ。わかんねえな。一般人の感覚はわからん。パンピーの感覚はわからん。いやでも久しぶりにビーフィーターも飲みたいな。47度ならあるんですけどね、ビーフィーター、ビーフィーターちゃん47度あるんですけど、47度ちょっとまずいんですよね普通に。普通にまずいんですよ、やっぱり40度。ビーフィーター24っていうのも欲しいんですけどね、高いんですけど。まあでもジンの中でやっぱり1、2を争うのは個人的にですけど、ボンベイサファイアと、まあギルビージンの一択なんですけど、1、2を争うのその、まあ値段とあれからすると、そうですね、ギルビーさんに軍配が上がるんですけど、俺の中でジンの中で、あの、三つ星に入る、三帝王、三神、神、三つの神って言うと、ギルビーと、ボンベイと、ビーフィーターの三個になってます。で、味だけで換算すると、そうっすね。味だけで換算するとって言っても、難しいですけど、でも、ボンベサファイアはうまいですよね。間違いなく。うん、ボンベサファイアっていう、まあ、ね、酒に詳しくない人は全くわかんないと思うんですけど。まあ、そうですね。はい。これですね。この青色の瓶。中身はむしろ透明なんですけど、まさにサファイアのような、あのすごい綺麗なね瓶。はい、間違えてちょっとウェブページをとあのひらあのじゃあ閉じようとしたら、間違えてこのね録画のところまで切っちゃったっていう、ちょっと編集で、つなげときます。ジンの話、ボンベイサファイアがうまいと。ただ高いんですよ、これ。うん。他のね、ギルビージンとビーフィータージン、この3、の中、まあ、これは1000円ぐらいでどっちも売ってるんですけども、ボンベイサファイアが1600円ぐらいですね。そんぐらいしちゃいます。高い。とにかく高い。いや、とにかくでもないんだけどね。お前、1600円とか600円ぐらいしか買わねえじゃないか、冒険の数っていう。ね。言われればそれだけです。うん、左遷。
ああ、でも、いいですね、バーもね。俺もバー行ってみたいけどな。ただそういうかしこまった雰囲気が嫌いなんですよね。ね。ね。わかる？この感覚。まあな。難しいよな。かしこまってないバーなんてないからな。かしこまって俺どういう風に頼めばいいのかわからんもん。だって。あばばばばばばばみたいな。こう。結局さ、なんか、服装とかもなんかほら、気使わなきゃいけない気しない？なんか。俺服装全く気使わないんで、もう、普通にジャージで行くんですけど。ジャージで行きたいんだけどね。うん。まあ、とにかく、人の中だとですね、やはり、その三つ、ギルビー人と、ビーフィーターとボンベサファイア。この三つが挙げられるかな。俺の中だとね、少なくとも。ボンベサファイアは香り重視。ビーフィーターは、なんていうか、スタンダードな感じ。の人を飲みたいとき。まあまあ、ボンベイサファイアはあれかな。まあ、香りでいいか。香り。ビーフィーターはスタンダード。で、ギルビー人に関しては、こちらは、これもまあ、香り。みたいな感じなんですけど。ちょっと荒々しい香りなんですよね。ボンベサワイヤは、すごい、ほわほわーんとした、なんか、まろやかーなっていう感覚でもないんですけど、なんかちょっと、香りの部類が違うんですよね。結構、ジンの、ギルビージンに関しては、トゲトゲしい感じがするんですけど、なんか、パワーを持っている感じがする。ボンベサファイア、優しくね、優しく包んでくれる感じですね。それの違いでしょうか。まあ、そんな感じですよね。でも、ボンベも飲んでみてな、久々に。久々にちょっと飲みたくなってきたね。ボンベちゃん。ボンちゃん。これうまいんですよ。ボンサファ。てかね、瓶を眺めてね、こう瓶をこう見ながら、ちびちび行くっていうね。瓶をつまみにできるっていうのもでかい。個人的に。ね。ああ、でもビーフィーターも飲みたいけどな。ビーフィーターもボンベも飲みたいですね。ギルビーも飲みたいですけど、正直最近ギルビーが、割と、なんか、結構だって、未だに結構、まあ、ギルビージンは割と、まあ、味を覚えてるんですけど、ボンベイサファイアとビーフィーターの味どんなんだったかなっていう感じ。まあ、どんなんだったかな、その、あれなんですけども、まあ、ちょっとあんまりちょっと飲んでないかなっていうのがあって、ちょっとね、飲みたいなっていうのはあるんですけど。まあ、ということで。ギルビどこ行った？ギルビちゃうわ。ボンサファちゃん。ボンサファちゃんはないです。ビーフィーターだった。ボンベサファイアのね、ドライバージョンもあるんですけど、あれはね、ダメですね。正直。ね。はい。こちら、ビーフィーター。
ジンの、47度なんですよ。度数は。基本的にジンとか、ジン、ウイスキー、ウォッカとかいろいろあるんですけど、だいたいこちらはですね、部類で言うとスピリッツに関、ね、部類されるんですが、スピリッツっていうのは基本40度が基本です。うん。だがしかしこれは47度。この7度の違いが、いかに味に変わってくるかっていうのは、まあ飲んだ人だったらわかる。非常に違う。ですが、まあ俺はちょっと、久々にストレートでいただきたいと思うんですけど、このね、この、この蓋ですよ。クソ蓋。クソ蓋。マジで。じゃあ乾杯。どぎつい。やっぱり。もうちょっとビーフィータって、ほんと、なんていうかな。やっぱり俺の中だと、ジンの中で、一番なんか、スタンダードな、ジン。だったはずなんですが、こちらはね、とりあえずどぎつい。うん、雑味がひどい。うん、何かおかしい。これビーフィーターですかっていう。いいみたいな。でもね、ジンって結構ね、47度の多いんですよ。ギルビージンも47度もあるし、40度もあるんですけど、37度か。ギルビージンは37度と47度があって、ゴードンジンが、47度と40度。で、ボンベイも、47度のやつもあるし、ね、タンカレーですけど。あれ、タンカレーってボンベイじゃねえな。俺は何を言ってる？タンカレーってやつ47度。で、まあ、このビーフィーターも47度あるでしょ。うん、結構47度のジンは多いんです。まあね。でもジンは美味しいですよ。ぜひ、酒飲みの人には、ね、飲んだ方がいいです。とか、飲んでない人は多分いないと思うんですけど。酒好きで。ジン飲んだことねえよっていう酒の好きな人。それちょっと、にわかだから、マジで。うん。それ飲んだ方がいいぞ。飲んだ方がいいぞって俺が言うのもね、なんか逆に恥ずかしいわ。普通飲むだろうって。飲んだことねえ人間いねえよっていうレベルですよね。うん。まあ、ジンのカクテル。ジンベースのカクテルっていうのは腐るほどあるんですけども。やっぱりジントニックが非常に簡単でなおかつうまいっていう感じなんですが。まあ、あともう一つ。ね。いいですか？皆さん。バーに行ってるおしゃれな方。ね。は頼んだことない人いないと思いますけど。一応聞いときますが、マティーニ。こちら。マティーニというのはジンベースのカクテルです。意外と知られてないかもしれないけど。まあ多分知られてると思うんですけど。マティーニ、まあ俺も昔作りましたけど、作って動画上げてますが。こちらですね。通称、カクテルの王様。という、通称ですよ。カクテルの王様ですよ。いかにすごいかです。だがしかし、作り方はむちゃくちゃ簡単。ドライジン。まあ、ジンです。
45ml に対して、ドライベルモットを 15ml 加えます。あくまでもこれは、標準的な、ジンです。じゃあ、ベルモット。じゃあ、間違えた。マティーニの配合表なんですが、実はですね、これ若干このベルモットを少なくすることによって、マティーニという名前ではなく、ドライマティーニ。でさらに、一時期はベルモット一滴の中にジンを注ぎ込むといったエクストラドライマティーニも、供されることがあったという。もうそんなんだったらお前、ね、ジンだけ飲めよっていう話なんですけど。あの、マティーニっていうのは、そういった、ね。カクテルの中でも珍しい、ドライなんちゃらみたいな。というふうに、名前が変わるという。珍しいですね。こんなん簡単ですよ。蒸気、材料をミキシンググラスに入れて、ステアする。まあ、いわゆる、ポイポイって、その、ジンとベルモットポイポイって、入れて、ぐるぐるぐるって混ぜて終わり。簡単すぎるだろ。なぜこれが、カクテルの王様なのか。これですね。ミキシンググラスというのは何かと言わせてもらうと、これがですね。まあ、特に何もなかった。これなんであれなんだろうね。マティーニ。あのね、じゃあ、ジンの、その、ジンとベルモットって書いてありますけど、じゃあ、ベルモットとは何ぞやと。これ、いわゆる、ベルモットっていうのは、いわゆるですよ。俺の中だと、白ワインの甘いやつです。感覚として、味の感覚ですね。結構甘いんですよ。甘いんだけどちょっと辛いみたいな。味を飲むと、ちょっとし、結局ワインですから。ね。まあ、ワインのちょっと苦味っていうか、まあ、酸味に甘さがこう加わった。飲みやすい。やつですね。まあ、マーティーニは本当に、通じは四つ目の、マーティーニの作り方の動画をちょっと見てみましょう。Presented by Niwaka。ね。にわか。何これ最初の奇跡。にわかかや。まずは、工場入れます。まずですね、これよか大きめのグラス。これよかさらにこの2倍ぐらいの容量のグラスですね。に、氷を入れました。水を加えます。水を加えた。水を入れました、そこに。混ぜます。ミキシングラスを冷やすと、氷を丸くつかめます。ミキシンググラス。まあ、いわゆるその、でかいグラスと、氷を丸くするために、冷やすと同時に丸くするために使いますらしいです。はい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 。回す回す、かき混ぜる。で、はい。捨てる。水だけ捨てました。氷は残ってます。はいはいはい。で、
はい。あらかじめ、マティーニってほら、Y の字みたいなグラスあるでしょ。それの中に氷を入れといて、グラスを冷やしときました。はい、じゃあ、バンブチャみたいな音って聞こえます。は？何加えた今？アンゴスチュラビターズを一滴加え。は？何それ？それ、何それ？意味不明なのやつ入れたぞ。そしてタンカレーを。そしてジン、50ミリ加えます。50ミリ加える。この人ちょっとオリジナルカクテル作ってますね。あらららら、おかしい。どんだけ入れんだよ。はい、ジンを 50ml でかいグラスに加えました。ちょっとさ、言わしてもらっていい？なんかこの人の服汚れてんだけど。そしてドライベルモットは冷蔵庫で感じてください。ドライベルモットは、冷蔵庫で。冷蔵庫で感じてください。冷蔵庫で管理。まずは一旦冷やします。冷蔵庫で管理してくださいと2回言いました。はい、大事なので。そして1回。ジンだけをステアして冷やします。結構時間かけるね、この人。無駄に時間かけるね。はい、ベルモットを。そこでドライベルモットを10ミリ加えます。10ミリ加える。はあ、これドライマーティーニですね。いわゆる。ちょっとマティーニの容量が少ないですね。そしてまた、ステアすると。これちょっと、言わしてもらうけど、これじゃあ氷溶けちゃうよ。無駄に氷溶けて、その分水が増えて、水が結局そういうことになってっていうことです。はい、そして余ってる。そして最後にレモンピューで香り付けして完成です。ここのあれは行きたくねえわ。これ低評価つけとく。低評価つけときました。はい。これ、ここのバーは行きたくないですね。うん。まず第一、遅い。汚い。確実に遅いと、水が溶けます。水が溶けますじゃあ、氷が溶けます。氷が溶けることによって、味が薄くなっちゃいます。で、マティーニっていうのは、結局、割と、ほら、度数が高いやつです。これ度数35度もあります。そりゃそうですよね。だって、ジンが40度なんですから。で、ベルモットが、だいたいこれ何度だ ?20 度ぐらいか。うん、あるんですけど。10度5度ぐらいかな。まあそれをただちょっと混ぜただけなんで。まあ30度以上はあるでしょうね。だからかなり度数が高い。うん。ですよ。ね。うん。ここにね、書いてあるんですけど。もともとはジン1に対してベルモット2の程度の割合。
当然ですよね。おかしいんですよ、逆に。うん。カクテルって基本的にほら、度数が高いものと薄いものの割合が、基本的に度数が高いものの方が少ないんですよ。だがしかし、これは逆です。ジンが40度だから度数高いんですけど、ジンを3に対し、ベルモットが1ですから、もう真逆ですね。真逆の割合になってる。これは珍しい。で、なぜ、なのか知らん。なぜ、カクテルの王様なのかは知りません。おそらく、まあ、バーで頼むとその人の、バーの、その、バーテンダーの、ね、あれがわかるっていう。腕前がわかるとかって言われてますけどね。知りません。実際は知りません。まあ、マティーニって言ったら、なぜか、なんかこの実みたいなのを加えるでしょ。これ何なんだっけ？これなんなんだっけこれ。なんかあるよね。実みたいなやつ。あ、オリーブか。オリーブか。オリーブ食ったことねえな。まあいいや。まあとりあえず、うん。てか、ジン飲んでて忘れてたけど、口どけの冬コミック、これ三つ星。うん。別にうまくはない。ということで、長らくお付き合いありがとうございました。